2019年6月30日、なんかマイクのアイコンがついている。放送を始める前はついてるんですけど、ピコンって音が鳴るとなぜかアイコンが消える。でも音は入ってるだろうということでやっていきます。はい。18新薬牧野さん、東館、孔明皇帝。孔明帝ですね。五冠の孔明帝。17年からいきます。ん2年でしたっけ2年じゃないですよ、17年。んここからですね。はい、参ります。17年、また聖域都合母規行為を置く。はじめ公平、郷土を歌んとこう、思え楽、よろしゅう武帝の聖域に通じて、郷土の夕日を立ちしがごとくなるべしと、将これに従い、兵と問うことをもって問いとなし、領主にとんせしむ。こう家臣は藩長をして、お藩長じゃん、聖域に使いせしむ。長全然に至る。マイク入ってます？はい、ありがとうございます。なんかね、アイコンがね消えるんですよね。放送の時にピコンと音が入ると消えるんですけど、入ってるということでありがとうございます。はい、どこじゃ、うん、初めから読みます。17年、また聖域と御母規行為を置く。はじめ公平、郷土を歌うんとこう、思え楽、よろしゅう武帝の聖域に通じて、郷土の夕日を立ちしがごとをなるべしと、将これに従い、兵と問うことをもって問いとなし、領主にとんせしむ。こうお家臣は藩長をして聖域に使いせしむ。超前前に至る、その王これを礼すること、はなはだ備わる、郷土の使い来たる、富に疎開なり、超李氏36人を介して曰く、虎穴にいらずんば虎子を得ずと、また有名な言葉が出てきましたね。あ、そうか、この人が言ったんですね。はい、両栄に走ってその使い、および重視30余求を切る。前前の一国神仏超つぐるに異徳をもってし、また旅と通ずるなからしむ。超また雨天に使いす、その王もまた旅所を切って持って下る。ここにおいて諸国皆子を使わして入り自世しむ。聖域また通ず、ここに至って遠こら写真を写って帰り、写真を打って帰り、沈黙をもってとごとなし、および公共をもって母行為となし、宦官を貴行為となし、分かって聖域にとんせしむ。あ、ちかちゃんじゃないですか。ちかちゃん、お元気ですか？元気になった？D さん、なんかね、ちょっと18史略を読んでますね。三国志がちょうど、甘露寺が終わってね、ちょっと一息ついたところで、なんかこちらにも読んでいます。はい、永平17年というのは、大毛の乱以来、本物の乱って言っちゃうんだ、官と関係を断っていた聖域に再び聖域都合と簿記行為の官を置いた。はじめ公平が郷土征伐を願い出て、郷土を打つには昔武帝が聖域諸国と交際を通じて郷土の右肘をもぎ取られたようにすればよろしいと言ったので、帝はこれに従って公平と東湖、この人東湯という人の息子を都尉行為に任命し、領主に駐屯させられた。子は柏の藩長、この人だけ冒険家なんですよね、あの歴史家の家柄の中でね、置いといて、藩長を聖域に使者にやった。長が前前国に着くを、国王は至れり尽くせりの礼遇をしたが、郷土から使者がやってくると急に粗略になった。そこで長は随員36人を集めていった。ことわざに、この人が言い出してたんじゃないんですね、一応そういうことわざがあるんですね。ことわざに、虎の穴に入らねば虎の子は得られないとあるように、今冒険しなければ聖域を味方に引き入れることは絶対にできないと、郷土の陣営に駆け込み、使者と従者30人余りの首を切った。この首を数える単位、1級2級っていうんですね、首は。
1個2個じゃないんですね。嫌だな、そういうあの私の生涯の中にそれを数える時が来るとは思いませんけれども、まあ、読む時は出てきそうですね。そのため全然は国中全体が震え上がった。藩長は漢の異徳を全然王に語り聞かせ、再び郷土と通じないようにさせた。趙はまた宇天国にも使者となっていった。宇天国は蜀のもっと南の方ですか。宇天国の王もやはり郷土の使者を切って漢に降伏した。かくて聖域の諸国は皆その子を使わして漢に入庁し皇帝に仕えさせたので、聖域との交通が復活した。私が今読んでいるのここのところになんか線が引いてあります。この年藩子たちは奢侈国を打って帰り、沈黙を徒歩に、皇居を母皇位に、宦官を貴皇位に任命して、要するに母貴皇位の母皇位と貴皇位というのがいいんですかね、聖域諸国に分中させた。聖域徒歩は選定の時創設した聖域の諸藩を見張る役、全官の選定ですね。母貴皇位は元帝の時創設した聖域を滑る部下の名、母と貴っていうのが実家のうちの、土の絵と土の音ですね。方位に配すると中央にあたる、聖域の中央にいて四方を鎮部するという意味。それから郷土の右肘を立つというのは、郷土は漢の、北にありますよね。で聖域は西にあると。で郷土の国の位置から南面すると、郷土の国の位置から南面するというかですね、一応地図上で右とか左とかっていうのが、要するに南面して右、つまり西のことを言うみたいなんですね。で我々いつも北が上の地図を見慣れているのであれって思うんですけど、まあ逆なんですね。なぜかというとやっぱ天使は南面するからなのかと思うんですけど、とにかく聖域はまあ、右にあたるので、なので聖域が漢に属すると郷土はその右肘を断ち切られたような痛手となると、こういうわけでございましょう。はい、次柏というのは漢名福芝、仮のっていうことよりも福、福芝。雨天というのは、まあ、聖域諸国の一つ、奢侈というのも聖域諸国の一つ。補足いきます。ここで藩評が虎穴にいらずんば孤児を得ずと述べた孤児はよく人に知られているが、今でもこの言葉は危険を犯さなければ功名は立てられないという意味によく用いられている。まあ、今はそういう冒険っていうのがあまりこう望まれない時代の気がしますけどね。どうですかね。さあ、虎穴にいらずんば孤児を得ず、ちょっと引っ張っておきますね。はい、それでは続きいきます。18年北郷土母皇位皇居を攻むはじめ小即位の明年、南禅雨妃死す、南禅雨妃死す、弟幕立つ小使いを使わして父を授く、北郷土変に交す、南禅雨打ってこれを退く、漢北郷土と交使す、南禅雨恨んで染む漢と欲し、密かに人をして共に交通せしむ、漢濁領将軍を語源においてもってこれを防ぐ、すでにして漢北郷土を打つ、北郷土もまた変に交す、ここに至って今日を金浦城に攻む、今日毒薬を持って矢につけて郷土に告げて曰く、漢家の矢は神なり、当たるものはいいありと、両傷を見れば皆湧く、大いに驚く、今日暴風雨に乗じてこれを打つ、殺傷花肌を押し郷土神父して曰く、漢の兵は神なり真に恐るべきなりと、すなわち解きて去る。あ、福芝ありがとうございます。そうでございます。副将軍とかって言わないで下将軍みたいに言うんですよ。だから仮の将軍なのかなって思っちゃうんですけど、そうじゃなくて副将軍、副官みたいな、副官じゃないですね、副将軍とかね、かっていうみたいですね。永平18年北郷土が、今郷土はですね南北に分裂したところですね、漢の母皇位の皇居を攻めた。これは最初明帝が即位した翌年、すなわち永平2年に、南禅雨南禅雨の妃という人が死んだので、弟の幕という人がその後を継いだ。そこで明帝は使者をやって幕に印字を授けた。
永平5年に北郷土が漢の国境に侵入した時、南禅羽、南禅羽はこれを撃退した。ところが永平7年に漢は北郷土と交際を始めたので、南禅羽は恨んで漢に背こうとし、こっそり使者を北郷土にやって共に気脈を通じて漢と絶交しようとした。なんか私の中では最近こういうものが全部擬人化されてしまうので、ちょっといけないなと思うんですけど、なんかヘタリアみたいな感じですよね。まあヘタリアでもとっくの昔からやってるんですけど、なんかいろいろなものが擬人化されてしまうんですね。置いといて、漢は卓梁将軍を五原軍に置いてこれを防いだ。その後永平13年に漢は北郷土を討った。北郷土もまた国境に侵入した。そんなわけで今年、そんなわけでってこう書くかね、今年になって皇居を金浦城に攻めたのである。今日は毒薬を矢につけて郷土に向かっていった。漢は矢の神である、当たったら必ず異変が起こるぞと、郷土が矢に当たった傷口を見ると皆血がドクドク湧き上がっていたので非常に驚いた。今日はまた暴風雨につけ込んで郷土を打ち莫大な損害を与えた。郷土は震え上がって、漢の兵は神様だ、本当に恐ろしいと言い、そこで囲みを解いて去った。何の毒を使ったんでしょうね。やっぱりこう戦乱が続く時代だから、戦乱が続く時代だったり、あるいは平和な時でも結局、宮廷の内部でこう毒殺とかいろいろなことをしてて、こういう毒物の研究が進んだのかもしれませんよね。置いといて、禅羽っていうのは郷土の大宗長、まあ郷土の王様ですね。で、禅羽っていうのが天使っていう意味ですね。陰樹というのは天使の陰字とそれにつける組紐、ここでは禅羽の位を立証する陰。次、死を交じ交通せしむ、せしむ交通んせしむですから、死者を使わせて交際を結ぶと。それからですね、ソムカントオス、ソムクという字なんですけど、この湖畔の畔っていう字ですね。これがですね、いつも出てくるんですけど、これは氾濫の氾、謀反とかそういう意味で使っていますね。どうこじゃ。交通セシーム、あれどこでしょう。私が読んでいるテキストとちょっとそのままではないのでね、参考までに出しております。それから土梁将軍、土梁とは梁水を渡って、この土っていう字は山水をつけると渡るになりますけど、この山水つけなくても渡るという意味ですね。なので梁水という川を渡って征伐するという意味で、郷土を防護する、防ぐ、守るという漢のことですね。続きいきます。水銀とかですね、毒、血がドクドクこう吹き上がったっていうことですから、こう出血をこう促すようなものっていうのは何でしょうね。わかりませんね。なんかでもいろいろ、そうですね、私も以前そういうのをちょっとこういろいろ見てたことがあって、いろいろ中国人の先生とですね、いろいろ特定とかをしようとかっていうことをしたことがありますけど、置いといて、小法図在位18年改元することいつ永平という、48小正偏殺にして好んで地目を持って陰髪して名となす。後継大臣しばしば定期せられ、謹慎少々以下定営せらるるに至る。勝って老役数を怒り杖を持ってこれをつく。数走って昇華にいる。昇怒ること甚だしい。徳言いて曰く老いでよ老いでよと。数曰く天使は僕母二人、諸侯は高校たり。未だ人君の自ら立って老をつくを聞かずと。すなわちこれを許す。小剣舞の制度を順法して公変するところなし。公妃の家は公に奉せられ姓に預かるを得ず。関東公衆このために老を求む。小曰く老官は神列祝に応じ、いでては百里に咲いたり、卑衆もその人にあらざれば民その災いを受くと許さず。
なんかこれも聞いたセリフですね、どっかで。当時の利、その人を得て、民その行を楽しむ、遠近威服し、個々を辞職す、大使立つ、これを祝奏公、これを祝奏交渉皇帝となす。孔明皇帝が亡くなられた在位18年、年号を改めることただ一度、永平という。年は48歳であった。帝は性格が偏狂で疑い深く、探偵を、なんで子供の時は賢かったのどうしちゃったの、探偵を使って進化の秘密を摘発することが好きで、それで自分の目がよく効くと思っていた。あるある。そのため後継大臣もしばしば探偵にそしられ、謹慎証書令以下の諸役人は物を投げつけられたり引きずり回されたりした。ある時、証書楼の役所のことで、ご立腹になり、帝は杖の先で書を突かれた。役数、私は数と読みたいですね、役数。数は、天子は僕僕として奥ゆかしく、諸侯は高校として慎み深くとありますが、これはなんか司教かなんかですかね。神君たるお方が自ら立って牢を突かれるなどということはお手づからですね。まだ聞いたことがございませんと申し上げた。そこで帝はなるほどと彼をお許しになった。帝は兼務中高の兼部、日本の場合は兼部と読みますが、中国なので兼部と読みたいです。兼部中高の際に決められた制度を順法し、少しも変えられなかった。皇后の一門は大名にも取り立てられず、政治にも参与できなかった。これやっぱりね、前巻の初めからね、もう皇后の一門がですね、問題を起こすことが多々ありましたからね。結局大毛っていうのもね、皇后の一族だったわけですから、置いといて、皇武帝の娘の担当皇主が我が子のために老官の職を求められたが、帝は老官は紙においては天の28宿にかたどったものであり、地方に入れては一官の長官となるものである、もし適任者でなかったら人民が災いを受けることになると言って許されなかった。まあだからお姉ちゃんか妹か分かりませんけど、まあだからこの帝からすると甥っ子にあたるんでしょうね。当時の役人は皆適任者を得て、人民はそれぞれ家業を楽しんでいた。遠いところも近いところも朝廷に恐れ従って、戸数や人口はますます増加した。続いて皇太子が位についた。これを祝奏交渉皇帝、略して昭帝という。はい、注釈いきます。偏殺、いやですね、偏殺、心が狭く、あれこれ気を回す、まあ、狭いというかちっちゃいというか細かいというかですね。次に耳目を持ち、嫌な言い方ですね、耳目、まあ障子に壁に耳あり、障子に目ありみたいな感じですかね、探偵のことですね。それから証書というのが、文書を司る官。それから天使ぼくぼく、諸侯高校、来期ですね、来期、来期の極霊編に見える。ぼくぼくは深淵の様、高校は敬意恐れるの様。それから関東公主、関東というのが職友の名前で、今の山東省にあった。公主は皇女の称号、皇武帝の第二女。次に百里っていうのは百里地方の面積、一軒の地。百里だったらね、まあまあ大きいですよね、昔の戦国時代とかだったらね。はい、それでは続き、交渉皇帝、小帝いきます。交渉皇帝、名は兼、母は家氏、馬皇后、これを養う、立てて大使となす。ここに至って位につく。交渉皇帝は名を兼と言い、難しいですね、これ飛辺に渡るですか、一書いて非書いて一、剣と言い、母は家氏である。明帝の馬皇后が、育てた、立てられて皇太子となっていたが、明帝が亡くなられたので位に就かれた。聖域都合を公募す、北郷土紀伊皇位を囲み、また皇居を囲む、御事乗りして兵を使わす、都合及び
簿記行為の勘をやむ。一人藩長を上訴して兵を来い、ついに聖域を平らげんと押す。将河野なるべきを知ってこれに従おう。聖域の社子国が背いて漢の都合を攻め殺した。北郷土は貴行為を包囲し、さらに母行為の皇居を包囲した。帝は帝の利を下し兵を使わしてこれを救い、翌建書元年には都合および母貴行為の官をやめられたが、ただ藩長だけは延平を願い出てどこまでも聖域を平定したいと上書した。帝は河野必ず成就することを知ってこれに従われた。次、北郷土の58部来航数。時に北郷土遂行し、当主離反数。南部その前を攻め、定例その後にあだし、戦費その左を打ち、聖域その右を攻む。また自立せず、すなわち遠く引いて去る。戦費打って北前を切る。故に武将を来航するものあり。北郷土の58部が降参してきた。それは当時北郷土は勢力が衰えて仲間割れしていたが、この機に乗じて南郷土はその前面を攻め、定例国はその背後に侵入し、戦費族はその左を打ち、聖域はその右を攻めたので、北郷土はもう自立することができなくなった。そこで兵を引いて遠く逃げ去った。戦費がこれを追撃して北前雲を切ったので、58部の太平が漢に来たり下ったのである。この剣という字ですね、こうね、やっぱスクリーンはこうやって大きくできるからいいですね。でもちょっと酔いそうになりますけどね、この剣という字ですね、これねちょっとね間違いみたいですね、字はね。五官所の小定記によると、祝宗交渉皇帝意味名は立つになってますね。こう立つって読むのかな、タンって読みたいですけど、この疲弊にですね元旦の単になってますね。上の位置がいらないみたいですね。時計が禁止しているために謝ると。はい、続きいきます。班長頑張ってますね、なんかちょっと嬉しいですね。続き、昭法図在位13年改元すること3、建昭元和昭和という1331、昭明帝殺殺の後を継ぎ、人の仮説を意図を知り、こと慣行に従い、これを飾るに礼格をもってす、かって皇居の方を儀す、意表儀して曰く、国は剣を選ぶをもって務めとなす、剣な高校をもって始めとなす、忠臣を求めるは必ず孔子の門においてす、と昭これをしかりとす。露光の猛義、講義をもって称せらる、重宝これをこうする。不劇たまたまいたり、義をもって安寧の礼に衆たらしむ。義、劇を捧げていい、喜び感触に動く。法、心にこれを癒しむ。後に義の母しす。長壁に皆至らず、法、すなわち短じて曰く、王日の喜びは親のために屈するなりと。将、帝の利を下してこれを包丁す。衆軍、人を得たり。連藩の諸軍にあるがごとき、銀を緩めて持ってために弁ず、民これを打とうと曰く、連宿道来たる南蔵遅きや、火を禁ぜず民安息す、昔は十なく今は五行と、当時皆もって用を兵にし、兵をもとい、用を兵にし、府を管にす、中女の長者祭りごとを出し、将の用を終わるまで民その刑による大使たつ、これを降下皇帝となす。交渉皇帝が亡くなられた在位13年、年号を改めること3度、建昭元和昭和という年31歳であった。帝は父明帝の煩わしく細かい政治の後を継ぎ、人民がひどく厳しい政治を嫌っていることを知り、何事も寛大頓行にし、礼儀音楽で飾るようにされた。ある時、朝廷で地方からの人材推薦の方法について論議があった。その時、意表という者が意見を述べて言うには、国家は賢者を選ぶことを務めとします。賢者を選ぶには親孝行を第一とします。忠臣を求めるには必ず孔子の親孝行な子供の中から探しますと。
帝はこの説を最もと考えられた。露光軍の毛義という人は行いの立派なことで評判だった。南洋軍の長宝という人が彼を訪問するとちょうど軍の役所からの呼び出し状が来ており、義を、安陽県の県令に任ずるとあった。義って毛義という人ですね。毛義はその呼び出し状を押しいただいて家に入り、大変な喜び方で装具を崩していた。それでこの方さん、長宝さんが内心これを軽蔑した。その後、毛義の母が死んだ。すると毛義はもうどんなお召しにも応じなかった。長宝はそこで感嘆をして言うのには、いつかあんなに喜んだのは親を喜ばすために意を曲げたのかと。そのことがお耳に入り、帝は御事の礼を下してこれを褒め慈しまれた。当時の衆軍の役人はどれも人物ぞろいであった。例えば連藩でいいですかね、連藩が職軍に大首としていたのなどは民にとって不便な禁令を緩めて民の便利を図ってやったので、民はそれを徳として歌に歌った。連宿土様、なぜもっと早く来なさらなんだ。火を灯し夜鍋をするのをおとがめにならないので、わしらは安心して仕事ができる。昔は襦袢一枚なかったが、今じゃわしらもズボン五枚のお金持ち。当時衆軍の役人は皆民の利益を公平に税金を軽くし、真心があり同情深い温厚の長者が政治を行ったので、朝廷の一代を終わるまで民はそのおかげを被った。続いて皇太子が立たれた。これを、講和皇帝という。さてこの殺殺として、殺観察の殺ですね。些細なことまで根掘り葉掘り調べること嫌ですね。それが人の仮説、祭りごとの煩わしく厳しいこと、それから礼額をもってす、これを飾るに礼額をもってす、ちょっと飛びますかね。この長壁あれども、この長というのが天使からのお召し、壁というのが州や県からの招き、それから褒章、褒は褒めるですね、褒章ですね。長というのは長愛すること、褒章長愛の略で褒章。結構こういうふうな略し方を結構いっぱいしますね、中国語はすごい。それから金を緩める、ここですね。生徒は繁華な地であるから、火災を予防するため火を転じて夜行、夜の仕事をすることを禁じていた。連藩が大使となりその禁令を緩和して夜行をすることを許可したのである。それからこの五行ありの五行ですが、五というのは多数という意味で、厳密に五枚というわけじゃないみたいですね。この五っていうのが袴、まあズボンですね。注釈じゃなくて、補足いきます。ここに出ている意表の中心を求むるは必ず孔子の門においてす、ここですね。よいしょ。中高の一本を説くものとして特に有名である。ただここで注目を要するのは、同じく中高一本を説くにも、日本では中から高を説くが、中国では高から中を説いていることである。ああそうですね、中国と日本はそこが違う感じですね。
そこに中国における公の特殊性が示されている、はい。というわけで次の公和皇帝いきます。公和皇帝、名は長、母は漁師、唐皇后これをことす、年10歳にして位につく、唐皇長に臨む、唐権外戚をもって自中たり、ことを持ちう罪あり、入れて北郷土を打ってもって自らあがなわんことを求む、公これに従おう、大いに郷土を破り円前山に登り、石に刻み公録して帰る、入りて大将軍となる、4年不死刑定並びに慶功となり、朝廷に充満す、逆謀あり将これを知り、ついに患者定州と義を定め、兵を録して県が印状を納め、迫って自殺せしむ、州をもって大長州となし、常に共に祭りごとを儀す、宦官の権を持ちうるこれより始まる。なんか嫌な話になってきましたね。なんかドキドキする。皇和皇帝は名を長と言い、母は漁師、唐皇后が自分の子として育てられた、年10歳で帝位に就かれたので、唐太后が朝廷に出て政治を取られた、太后の兄の唐権は外戚だというので自中となり政権をもっぱらにした、たまたま唐権が罪を犯した、太后は怒ってこれを殺そうとした、権は恐れて北郷土を征伐に出かけ、それで自分の罪をあがないたいと願い出た、太后はこれを認めた、剣は大いに郷土を破り円前山に登って石に自分の軍功を刻んで凱旋し、なんか中国人こういうの好きですね、朝廷に入って大将軍となった。延元4年に剣の不死刑定が同時に休刑となり、皇帝、皇位となって一族が朝廷に満ち溢れるばかりであった。ところが勢いが強くなり、とうとう剣は謀反を企てた。帝はこれを察知して宦官の定州と相談し、兵を整え剣の大将軍の印字を取り上げ、剣に迫って自殺させた。帝は定州を大長州の官につけ、それで常に政治の相談をされた。宦官が権力を用いるようになったのはここから始まっている、続きいきますね。その前に注釈ちょっと入れましょうかね。罪あり、ここですね、罪あり何をしたんでしょうね。この唐権という人は特教皇っていうんですか、特教皇の長が宮中で勢力を得ることを恐れて暗殺をした。なるほどね。そのために太后に忠せられそうになったことを言う。それから逆謀っていう言葉がありましたが、謀反のことでしょうね。謀反の謀り事、逆謀郷土、逆謀、暴虐ですか、暴虐あり、逆謀あり、私のテキストは逆謀になってますね、はい。それから大長州、どっかでこれ見たな、大長州、何に出てきたんだろうお前。大長州は官名、長州は皇后御所の名、大長州とは皇后級の系で、我が、日本でいうと皇后宮大夫、皇后宮大夫っていうとね、春勢とかですけどね、置いといて続き、これより先官兵北前を打つ、走って死す、官その弟を立つ、後に背く、大手切ってこれを滅す、戦費移って北郷土の地により、これよりようやく盛んなり、これより以前に官の兵が北前を打った、前は敗走して死んだ。皇后さんを殺殺するとか使わない方がいいです、やめてくださいなんかすぐそういう風にうまく切り返すんだからなんか気をつけてものは言わないと、置いといて、
善は敗走して死んだ。漢はその弟を立てて北善羽としたが、後に背いたので追撃してこれを切り滅ぼした。鮮卑族が移動して北郷土の地を根拠地とし、これから次第に勢力が盛んとなった。それからここですね。次、藩長を召して慶氏に帰らしむ。出資数長諸政より起こり、憤出を投じて万里の外に奉公たるの志あり、奏者あり。いいていわく姓は沿岸こと飛んで肉を食らう万里公の僧なりと、柏より正規に入り、朝廷の時正規の将兵の長子となる。将に至って長をもって正規の都合祈祷となし、諸国を平定せしむ。正規にあること30年、公をもって帝円公に奉ぜらる。ここに至って年老いたるをもって帰らんことを請う。願わくは生きて玉門館にいらんと。将これを許す。仁将代わって都合となり教えを請う。長曰く、君が聖元久なり、水清ければ大魚なし、よろしゅう東鉄官位なるべしと。将ひそかに人に言いていわく、我思いらく藩君まさに奇策あるべしと。今言うところは平平たるのみと。将後果たして変話を失す。長の言のごとし。なるほど。はい。永元14年に藩長を召して都に帰らせたが、長は間もなく死んだ。藩長は一諸生から身を起こしたが、筆を投げ捨てて武人となり、万里の異国で武功を立てて奉公になろうと大志を抱いた。まあ、奉公大名になろうととか今まで書いてあったと思うんですけど、なんで急に奉公になったんだろう。書いてる人違うんですかね、ここね。時に一人の人相見があって、班長の人相を見て言うには、貴公はツバメのような音がいと虎のような頭を持っている。ヒョウって書いてなかった？なんかよくこう頭がヒョウのようっていうのは出てきますよね。ヒョウと林中でしたっけ、あの水庫だよね。ここはこと虎ですね。はい、沿岸こと虎のなんかツバメのような音がいいと虎のような頭を持っている。よく虎は腰、虎のような腰とか書いてどんな腰やねんといつも思ってたんですけど、これ意味はツバメが万里の外に飛び、虎が他の獣の肉を食らうように万里の外に遠征し異国を征服して、それで万里港、万古港じゃないの、でも万里港だね。万里港となる人物です。人物というか人相ですと。後に柏となって正規に入り、朝廷の時に正規の将兵の長子となったが、和帝の世になって、和帝家庭の方がいいんですか、和帝長を正規の都合祈祷に任じ、正規諸国を平定させられた。長は正規にあること30年の久しきにわたり、公によって帝円公に奉ぜられた。そこで年老いたという理由で都に帰りたいと願い出て、どうか存命中に玉門館に入りとうございます。玉門館が一番その関と正規との境目の一番外の関所なのかな、と申し出たので、帝は長の希望を許された。仁将が代わって都合となり、藩長にその治め方について教えを請うた。藩長が言うには、君は性質が厳しすぎてせっかちである。水があまり澄んでいると大魚が進まない。ねえ、これさ、水清ければ魚を すまずでしたっけ。日本でもね、白川の清きに魚の住みかねて、元の濁りの田沼恋しきとか、なんかこんなん言いますよね。というふうにと同様に、政治もあまり厳しすぎると人民は離反するものである。だから緩やかで大まかにするがよろしいと。将はその後密かに人に語って、私は藩君に何か珍しい策略があるに違いないと思って尋ねてみたが、その言うところは実に平平凡凡、すなわち取るに足らない愚見である、と嘲笑した。仁将は後に果たして辺境で人望を失い、藩長の言った通りになった。どうなのこれ。柏は先出てきましたよね。
しかしこの班長っていつも思うんですけど、いつもっていうかこの間班長の伝記を読んだ時思ったんですけど、班長ってこうさっき書生からこう武官になったみたいな話が出てましたけど、この人のお家は学者さんっていうか歴史家なんですよね。みんなね、お父さんもお兄ちゃんも妹も、まあねえ、漢字を書いてるくらいだからね。それでこの人はこうね、命を懸けて聖域に行ってね、こうやって冒険をしてね、大冒険をして、それでもう言葉も通じないようなところですよね。それこそね、もう今みたいに飛行機や何かがあるわけじゃない、車があるわけじゃないからね、すごい大変、30年も行ってたわけでしょ。それでも都に帰ってきて、まあ、畳っていうものはあるかないか知らないけど、まあ、畳の上で死んだわけですよね、言ってみればね。ところがこのね、お兄ちゃんなんかはね、そして文官で都にずっといたけども死んでるんですよね。なんか罪になんか問われてね、死刑になってるので、なんかこう、そうね、大冒険をしてきた人の方が生き残ってるっていうのはなんか不思議ですよね。お父さんとかお兄ちゃんとかはなんか終わりがそんなよろしくなかったような気がするんですね。なんか不思議だなと思って、皮肉というか。続きいきます。小位にあること18年にして宝珠改元することに永元元寇という、大使立つ、これを交渉皇帝となす。帝は在位18年で亡くなられた。年号を改めること2回永元元寇という、続いて皇太子が位に就かれた。これを、交渉皇帝という、交渉皇帝、もう一回短いですね。交渉皇帝縄流、生まれて104日にして位に就く。元を延平と改む。位にあること8越月にして宝珠、時に皇太后当氏長に臨み、当氏と策を定めて死を絶つ。これを公安皇帝となす。交渉皇帝は名を龍といい、生まれて100日余りで帝位に就かれた。年号を延平という、在位8ヶ月で亡くなられた。時に皇太后の当氏が朝廷に出られて政治を取られたが、兄の当室と相談をして世継ぎを立てられた。これを公安皇帝という。ひどいな。策を定める。策というのは竹の札ですね。紙がありませんしね。古は天守を建てるとき、そのことを官策に、まあ、札にですね、書いて装病に告げた。故に天守を定めることを、策を定める、定策というと。ですね、先ほどちょっと読み残した補足がありましたので、ここをちょっと戻るんですけど、水清ければ大魚なし。班長の述べているこの水清ければ大魚なしという言葉は、あまり澄んだ水の中には大きい魚はおらぬの意味であるが、それからあまり厳重にすると人がついてこないという意味に例え用いられている。これも確かに人を治める一つの秘策であろう。ということで、ここもじゃあ名言にちょっと認定しましょう。名言認定。はい、では続きいきます。公安皇帝名は雄、聖火王慶の子にして小帝の孫なり。未だ完成ずして迎えられて位に着く。当皇なお朝に臨み、当室大将軍となる。時に偏軍たちなり、当室領主を捨てて力を北辺にし、関東は勝威出す。烈士武夫は多く領主よりずと、周皆苦の義に従う。質苦を憎んでこれを落とし入れんと発す。たまたま長家の族長理を攻め殺して衆軍金ずるあたわず、苦をもって長家の長となす。故宮皆これを長す。苦いわく万婚作説にあわずんば、なんかこれも聞いた言葉ですね。万婚作説にあわずんば、もって力を沸かすなしと。官に至るに及び宗師を募る。
孝行する者を上等な私人を傷つけ尊等する者これに次ぐ104人を治めて族中にいらしめ、いざのうて攻略せしめ兵を服して数百人を殺す。また密かに貧人の用を縫う者を使わして俗位を要作せしめ、再戦の持ってその裾を縫い尻にいずるものあれば、すなわちこれを虜にす。俗驚き参じて謙虚を皆平らぐ。太后苦が憔悴の略あるを知り、もって武との大使となす。公安皇帝は名を優といい、聖画王慶の子で正帝の孫である。まだ元服しないうちに迎えられて帝位についた。唐太后はやはり朝廷に出て政治を取られ、その兄の唐室は大将軍となった。当時北京の北の堺の平州領州には強固の侵略があり、軍役は至って多事であった。そこで唐室は領州を放棄して兵力を北辺の平州に集中しようと思った。老中の愚句が言いにくいです、愚句がそれに反対をして、古来関西の力は 大将を出し、関東の力は大臣を出している。壮烈武勇のマスラオは多く領州の出身であると主張した。まあ、領州なんてね、三国志でもね、あの領州出身の人いっぱい出てきますね。なんかそういう土地柄なんでしょうかね。皆区の説に賛成した。そのため、当時何でしたっけこの人、当室は愚区を憎んで彼を陥れようと思った。折から張家県の賊が県の長官を攻め殺したが、周牧軍もこれを取り沈めることができなかった。そこで、当室は愚区を張家県の長官に任じた。愚区の旧友たちは皆愚区の不運に同情し、愚区を見舞った。すると愚区は笑って言った。わだかまった根や入り組んだ説に節に合わぬと、刃物の切れ味はわからないからな。すなわち今度こそ俺の力を試す絶好のチャンスだと。さて任期に着くと早速勇敢な男子を募集した。そして強盗を追い剥ぎする者を上の組とし、窃盗する者をその次にした。かくして104人を集めて族中に潜り込ませ、おとり捜査か、族をおびき出して、これなんていうの、追迫略奪っていうんですかね、追迫追い剥ぎ略奪をやらせ、あらかじめ伏兵を置いておいて族数百人を殺した。また一策を案じ、こっそり貧民の裁縫のできる者を族中に派遣して、族の着物を賃縫いさせ、色を糸でその裾を縫わせて目印とし、これを着て町へ出る者があるとその都度これを生け捕りにした。なんという賊もこれには驚いて解散し、県内ことごとく平定された。太后は愚区が大将の裁略のあることを知って、武都軍の大将に任命した。恐ろしい。やっぱ賢い人はいるんですね。注釈、未だ完成ざるに官というのは、男子は20歳で冠をつけて一人前になる。それから再選、この再というのが彩り、線というのが糸なんで、色糸のこと。それからこの憔悴というのが全軍を率いる大将ということですね。続きいきます。
反響数千空を遮る空とどまって進まず兵を恋至るを待ってすなわち八千と宣言す今日これを聞いて冒険を文章す空その三鶴によって日夜道を進み軍師をしておのおの領層を作らしめ日にこれを増倍すある人曰く孫品は層を減ずしかるに君はこれを増す兵法は日に行く三十里に過ぎずとしかるを今日にまさに二百里ならんとするは何ぞやと軍曰く領の衆は多く我が兵は少なしおもむろに浮かば泳ぐところとなりやすし速やかに進まばすなわち彼はからず領我が僧の日にますを見ば軍兵来たり向かうと思わん衆を多くして行くこと速やかならば必ず我を追うをはばからん孫品は弱を示し我は今強を示す勢い同じからざるなりとすでに至る軍兵は三千にして今日は晩よ石堤を行為すること数十日く命じて強度発する中で密かに衝動を発せよと今日力弱をして至るあたらずと思い兵を合わせて急に進むここにおいて二重の強度をして共に死む一陣発すれば当たらざるなし強大いに驚く空よって城を入れて奮撃す明日ことごとくその兵を鎮し東角門より入れて北角門にいらしめ東角門より入れて北角門にいらしめ衣服を貿易して回転すること数週今日その数を知らず愛共同数空密かに潜水において服を設けてその走路をうかごう今日果たして大いに走るよって演劇して大いにこれを破れる俗これによって敗散する背いた強族数千人が愚区の赴任の途中を遮った愚区は止まって進まず朝廷に延兵をお願いして延兵が到着するのを待って出発しようと宣言をした強人はこれを聞いて近くの県に手分けをして略奪に出かけた愚区は彼らが分散するのを見すまし日夜道を急ぎ進んで途中兵士に命令してそれぞれかまどを2つずつ作らせ日々これを4つ8つと倍増させたある人が昔姓の孫品は日々かまどの数を減らしたが気候は反対に増やしておられるまた兵法には1日の工程は30里を超えないとあるのに今日に200里近くも行くのはどういうわけかと尋ねた区は答えて今日の数は多く我が兵は少ないゆっくり行ったら敵に追いつかれやすい早く進めば彼らは我々の行動を計り知ることができないまた敵が我が軍のかまどが日々増すのを見たら軍兵の迎えに来た者が多いからだと思うであろう日々、人数が日々多くなり行軍の速度が日々速くなったら敵はきっと追うのをためらうであろう孫品は敵に弱みを見せ我は今強みを示すそれは立場が違うからであると言ったやがて愚区の軍は任地に到着した軍の兵はわずか3000で京の軍は1万人余りもありその大軍で石堤城を攻め囲むことが数十日に及んだ愚区は強い石弓はいるなこっそり小さい石弓をいよと命じたそこで京は石弓の力が弱くて我が陣地石弓というか銅ですね銅でいいんじゃないの強い銅を、そこで今日は銅の力が弱くて我が陣地まで届かないのだと見くびって兵を連合し急に攻めてきた愚区はここぞとばかり20人張りってことですかね強い銅を一斉にさせた一人が矢を放てば当たらぬものと手なくさすがの強兵も大いに驚いた愚区はすかさず城門を開いて奮い打ったその翌日区は全兵士を整列させ東の城門から出て北の城門へと入らせその都度衣服を取り替えて何回もぐるぐる城を回らせた今日はその数の計り知れないのに動揺しだした区は強兵の退却することを予想してこっそり川の浅瀬に伏兵を設けその退路に待ち伏せさせた強兵は果たしてどっと逃げ出した愚区は強兵を不意打ちして大いにこれを破った
賊はこのために敗戦してチリチリとなった。なるほどね。この貿易っていうのが、まあ買えるというぐらいですね。なんか貿易っていうとね、今貿易摩擦とかの貿易みたいですけど、普通に交換をするようなこととかも貿易ですね。仏教経典だと無益というふうに読みますけど、これ出てきたら覆い打ちて、これがですね、不意打ちをすることみたいですね。続きいきます。太閤法図、当室やめられて自殺す。当太閤が亡くなられた。すると当室は官を辞めさせられて自殺した。序南の大衆王教西横の道を愛す。縁遠路をもって高僧となし、高賢陳藩らを引進す。県の父は牛いたり、県都市重視。衛生の殉職、激量に王、昇然としてこれを意図して曰く。死は我の指標なりと、老を見て曰く。死が国に願しありと、老曰く。我が宿道を見たるかと。大量祭、大量祭高し。県を見て帰るごとに呆然として実質するがごとし。その母曰く。何時また牛いの子に従ってきたるかと。チンパンら愛いいていわく、次月の間も、後世を見ざれば悲貧の兆し、また心に損すと。大元の各体老によぎれども粛せず、剣に従って日を重ぬいわく。方向の木はこれを吉良に例う。進むといえども組みやすし、宿土は往々として線形の歯のごとし。これを済ませども済まず、これを乱せども濁らず、測るべからざるなりと。剣はじめ高廉にあげられ、また甲府に召さる。人その死を進む。しばらく軽視に至って、すなわち帰る。年四十八にして終わる。はい、D さん、三国志にも孔明がかまどの数を増やしながら撤兵するところが出てきた気がします。はい、ありました。だからこれ三国志よりも前の時代なんですよ。で、孔明が使った策で、昔はこうだったのにあなたはこうするんですかみたいなのが結構あったと思うんですけど、なんか孔明は孔明の前にやってた人ちゃんといるんだみたいな感じですね。なのでやっぱり孔明のやったことが、フィクションみたいに言われたり、あんまり評価されてなかったりするけれども演技に出てきたりするっていうのは、なんかやっぱり、実際はその孔明はやってないのかもしれないですね。ただこういう例は本当にあって、それが孔明のことに固くされているのかもしれないし、あるいは孔明がねこういう故事を知ってて真似っこしたのかもしれないですね。わかんないですね。はい、続きいきます。序南軍の大衆王教は才能ある死を好み、学識ある死を愛した。遠老を軍の初期に任用すると、老は同軍の高賢陳藩らを推挙した。高賢の父は獣医であった。賢が14歳の時、衛戦軍の殉職という人が旅館で賢に巡り合い、これはただものではないと恐れ敬い、あなたは私の手本として仰ぐべきお方ですと言った。その後、殉職が牢にあって、あなたの国には眼界のような賢者がおられますねと言うと、牢は、では私の尊敬する宿土、宿土っていうのがこの貢献っていう人のあざなみたいですね、宿土にお会いになったのですねと言った。時に同軍の西良も西氏の名が高かったが、県にあって帰るとその度ごとに、ごめんなさい、西良じゃなくて大良ですね、大良、
その度ごとにぼんやりとして気が抜けたような状態であった。何それ、恋が芽生えたのみたいな。するとその母はすぐに感づいて、お前はまた牛医のこと、牛医、まあ実際には牛を見てたんですか、牛とか馬ですかね、まあその獣医さんのこと遊んできましたねと言った。チンパンたちもほとほと県の人物に感心して、 1,2 ヶ月もコウ君に会わないと邪念の兆しがまた心に芽生えて困ると話し合っていた。大元軍の各隊は遠路を訪ねても一泊もしなかったが、コウ君のところだと何日も逗留した。ある人がその理由を尋ねると、彼は方向、これはですね、方向さんっていうのが遠路のことですね、遠路のあざな、方向の器量はこれを物に例えれば小さい泉の水のようで清らかではあるが、浅くて汲むことができるが、宿土、まあ貢献の器量は深くて広く大きな湖の水のようで、澄まそうとしても澄むものでもなく、濁らそうとしても濁るものでもなく、その深さはどれだけあるか計り知れないと言った。剣ははじめ高連の課に挙げられたが、また牢の推挙によって軍主の役所に召し出された。人が高賢に仕官を勧めたが、しばらく都にいただけですぐ郷里に帰り、48歳で死んだ。それでは注釈ですね。昭然として恐れ敬う様、それから死は我の指標なり、師範義表、師範は師範学校の師範ですね、義は儀式の義、表はこの表ですね、手本と仰ぐべき人。いやでもなんかこう呆然として自失する、この呆然、網の方の呆然ですね、網っていうか、まあ、糸辺じゃなく立身弁ですけど、ぼんやりとする様、なんかいろいろ分かるようで分かんないですね、細かいところはね。期間にたとう、期間、これはですね、山水に九という字ですよね。泉の横穴から出ること、この関っていうのは山水に監督の関ですが、泉の地底から出ること。次に往々として水の深く広いさ、千景の波、他の百方景という、千景は電池の広々とした様、葉というのは池のこと、うねって書いて、日本だとせって読むんですよね、確かね。でもこの中国古典だとほって読むみたいですね。それから違ってたらごめんなさいね。それから高連という、高連に挙げられ、ちょっとまたがっちゃってますが、高連というのが人材登用の一つの方法で、毎年州から州祭を挙げ、軍からは高連を挙げた。高連とは親孝行で心の連結なものを指す。なんかまあ置いといて先に行きます。はい。陽心が出てきました。大尉陽心自殺す、真な関西の人なり、知人これを称して曰く、関西の講師は陽発揮と生徒に教授する。どうかに参戦を得たり、とこ思えらく参考の将ありと、取って持って進めて曰く、先生これより登らんと、後勝って軍主となる。俗有の礼、金を懐にして、これを贈るものあり。曰く、坊や知るものなしと、真曰く、天知る地知る神知る我知る、何ぞ知るものなしと言うや。なんか私何で読んだのかな、でもこの順番ですよね。なんか私高校の時になんかここ読んだ記憶があるんですよね。でもその時天知る地知る我知る死知るってなんかそういう風に習った気がするんですよね。まあもう随分昔のことなんであれですけど、
礼恥じて退く。参考となるに及んで、時に患者及び小の乳母王政ことを用いる。皆聖託あり、真従わず。またしばしば禁じをもって言をなし、共にこれを構う。作して印字を治む、ついに死す。葬るの日、名士皆来たり返す。大腸あり、高さ上与。午前に至って不行して流亭して去る。大尉の養親が自殺した。真は感性の人である。当時の人々は彼のことを、感性の行使にあたるものは要発揮。この発揮っていうのが、養親のあざなですね。要発揮だと言った。真は20年間も生徒を教授していたが、ある日、行動のもとで3匹のうなぎを手に入れた。鳥が加えてきたのだ。塾長は、これは楊先生が参考になられる随長だと思い、それを取り押さえて楊氏に勧めて、先生はこれから昇進されるでしょうと慶賀した。このなんでこうな三線を得たりなのかというとですね、この線というのはうなぎまたは海蛇、色は黄色に黒の斑点があり、なんかウツボっぽいですね。なんか私の机のところにウツボの、なんか友人が彫ったウツボの彫り物というか、なんかちょっとオブジェみたいなのが置いてあるんですけどね。うん、あれどこ行ったんだろう、いつも置いてたのに、さっき掃除した時あったのに、どこ行ったの、なんかどっかに落ちた。ウツボ救出作戦。私のデスク周りはあんまり綺麗ではない、ちょっとごちゃごちゃしている。結構こうオブジェというかフィギュアというか好きなのでいろいろ置いてあるんですけど、海蛇発見、海蛇というかウツボ発見。はい、それでですね、まあこう色が黄色で黒の斑点があって、これが三項の復色、それが3匹であるから三項となる随長と見る。まあそんなわけですね。それから、それでとその後果たして東来軍の大主となった。あるよ官家の賢令が金を懐に入れ、真の屋敷にやってきて贈賄しようとして、昔のテキストだから使用じゃなくて賞って書いてあるね。深夜で誰も知るものはありませんから、どうぞこのまま、深夜で誰も知るものはおりませんよ、すなわちどうぞこのままお受け取りくださいと言った。養親は答えた。天が知っている、地が知っている、君も知っているし、わしも知っている、どうして知るものがないと言えよう。賢令は大いに恥じて引き下がった。いよいよ参考になると、当時宦官や帝の乳母の王政というものが権力を握っており、いずれも自分の身内の引き立てを頼み込んできたが、真は全然取り上げず、かえって君のおそばにいる宦官たちを退けられるようたびたび言上したので、彼らは共同して養親を無実の罪に陥れた。帝はこれを信じ、面官の辞令を賜り、三公の印字を取り上げられた。養親はとうとう自殺をした。葬儀の日には名士たちが皆改装した。その時高さ一畳余りの大ガラスが墓前に舞い降りてきて、伏しつ仰ぎつして涙を流していずくともなく立ち去ったという。なんでカラスなんでしょうね。日本だったらこうカラスってこうあんまりいい鳥じゃないような気もしますけど、中国そうでもないですよね。太陽の中にいるしね。どうなんだろう。まあでも日本でもヤタガラスとかいるから悪くはないのかな。どうなのかな。でも今なんか中国ではカラスってなんかこう不吉な鳥みたいにね、留学生とか言ってますけど、実際どうなのかな。はい、注釈、徒工を思い楽。この徒工っていうのが助教師、助ける教師。それから承諾、これね、承諾、まあ請託ですね。
請託の方にですね、親族知人などの引き立てを頼み込むこと、うん、それから近従近く習うですね、近従よいしょ、近従をもって源となす帝の近くで細部細かい仕事をする役、それから策して印状を治む、この策というのは大臣の任命には策書、まあ、辞令書ですね、この策は札ですねを用いると、あのこの用心っていう人が隋の文帝、隋の皇帝は陽っていう姓なんですけど、そこの先祖にあたる人なのかなと思います。それではちょっとここもね名言なのでチェックしておきますか。はい、よいしょ、天知る地知る死知る我知る、そういえばここ他のところもねちょっとここもね書いてなかったですね。何でしたっけ、呆然自失、それから晩婚作説、合わずんば力を沸かすことなし、晩婚作説ぐらいですかね。でもね、あとこの辺 ここは書いたんですね、はい、線は引っ張ったね。あといいですかね、なんかありました、なんかおこれはいい言葉だみたいな。このくらいにしときますか。はい、はい、それでは続きいきます。章、章にして聡明と号す、すでに位について知得をし、位にあること19年にして報ず、改元すること号、栄書、元書、永年、健康、遠行という、大使先に近従の信するところとなり、座して廃せられて専用王となる、遠行を朝に臨み、遠見と朝廷の孫、北京公伊を迎えて位を継がしむ、患者、孫帝ら、剣を中止遠行を移し、聖院王を迎え立つ、これを法順皇帝となす。帝は幼少の時は聡明だと言われていたが、帝位についてからは君としての徳を失うことが多く、在位19年で亡くなられた。なんかね、子供の時は聡明だけど大人になるとボンクラになる人いますね。年号を改めること、五度栄書、元書、永年、健康、遠行という、皇太子は先に近従の残言にかかり、ことに連座して廃せられ聖院王となっておられた。そこで遠行王が朝廷に出て政治を取り、兄の遠見と相談して朝廷の孫の北京公の意を迎えて位を継がせたが、在位8ヶ月で亡くなられた。そこで遠見は毛皮し、他の王女を払拭していると、宦官の孫帝たちは剣を中殺し、遠婚王を離宮に移し、皇太子の聖院王を迎えて立てた。あ、そうなんだ、これを皇順皇帝という。なんかもうドロドロしまくってますね。本当に初代2代ぐらいですね。あとはもうぐちゃぐちゃですね。はい、信せられる信、言弁のこの信っていう字ですが、前にも出てきましたね。そしるという意味みたいです。それでは皇順皇帝いきます。皇順皇帝名は法、孫帝らの立つるところなり、宦官皇をもて、皇に奉ぜられる者19人。皇順皇帝は名は法といい、宦官孫帝らが立てたお方である。したがって宦官の中で功績によって大名に奉ぜられた者が19人もいた。
宦官もね、前はあんなに蔑まれてたのに。少書で左右総して軍国に礼して高廉を挙げしむ年四十以上を限り、諸政の諸国に通じ分離の戦争を要する者はすなわち戦に応ずるを負う、その猛災伊藤んいいかな、岩塩四季のごときものあれば、すなわち、ちゃうじゃん、岩塩四季のごときものあれば年始にかかわらずという硬直声明にして、よく真偽を深刻し志を決してこれを行おう、少年を挙げて至るものあり、言うこれをなじって曰く、寛解は一を聞いて十を知る、高廉は一を聞いて幾枠を知るかと、しばらくして中海病居に座して出面せられる者14人ふわ、なんか試されている滑舌、ただ女男の陳藩、永泉の李陽、可否の陳久ら34人老中に敗せられるを得たり、高順皇帝、少書令の左右が朝廷に献白し、軍国に礼して高廉の人を推挙させることにした。その方法は年齢40歳以上でなければ推挙せず、学生で慶書の一章一句の義理に通じた者、または文官で上層文を書く能力のある者は全て選に応ずることができる。その他抜群の秀才で古の眼界や四季のような人物があれば年齢の遺憾を問わないというのであった。優は公平正直で仕事に精通し、よく人物の真偽を見抜き、ことを行うのに決断力があった。ある時、年派の床の少年を高廉に挙げてきた軍主があった。優はその少年に向かって、眼界は一を聞いて十を知ったというが、お前は一を聞いてどれだけ知りうるか、と質問した。その少年は答える術がなかった。まもなく、国中の管理で誤って推挙した罪に問われて、官を免ぜられた者が10人余りも出た。あ、これね、前回の時もこれをねやろうとしてね、やったんでしたっけ、あ、やったんですね。それで、あの、結局推挙してそうやって罪に問われちゃうと、困るので推挙しなくなっちゃったんですよ。これ勘があまり良いイメージがない、悪い暗躍者という感じ。そうですね。だけど結局、結局お母ちゃんが、皇帝のお母ちゃんが権力を持ってね、それでお母ちゃんの一族をこう、政治に参画させてきて、帝がないがしろになっちゃってね、それで結局そのお母ちゃんの一族が力持ちすぎちゃうと、今度帝を廃しようとしてですね、それでこう乗っ取ろうと、本当にその自分たちが皇帝になろうとしちゃうでしょ、最終的には。だからそれに対抗する手段として帝はやはり自分の味方というと、そのお母ちゃんの味方じゃなければお父さんは死んでるわけだし、結局宦官しかいないみたいなんですね。気の毒ですよね。だから皇帝という人たちは、それで、ただ女南軍の陳藩、永泉軍の李陽、可否軍の陳久ら30人余りがこの戦に合格して老中に任ぜられた。いや、でも40歳過ぎてからってすごいですね。今もそういう制度があって、中高年の2と40とかそのぐらい、50とかそういう人をなんとかしようっていう話が出ていますから、その中でやっぱり有能な人もいると思うんですよね。ただやっぱりその時の時代でね、いろいろ就職にうまくできなかった人とか、あるいはまあ人間関係とかでこういじめみたいなのがあっちゃったりして辞めたりも置いといて、はい、詔書令というのは君主の文書の発着を司る詔書の長官を言う。すごい言いにくいんですけど、滑舌試されてる。まあ要するに皇帝の秘書ですね。それから戦争を要する者は戦争、皇后皇太子王府に奉るを戦と言い、天使に申し上げるを僧という軍神からの上層軍のこと。それから またがってるんですけど、モサイ伊藤あること、モサイ伊藤、モサイっていうので主催のことですね。茂るという字に材木とかの材、材料の材、皇武帝の名である衆を避けてもという、秀才のことなんですね。皇武帝が劉衆という名前なので、
才、才じゃない、もというと、意図を異なるっていうのは等級を異にする、つまり人並みよりはるかに優れていること。もさい意図、そんな言い方があるんですね。ここまだまだものを知らないですね。もさい意図、はい、ごめんなさいね、パチパチ言ってて、私が勉強 しながら勉強垂れ流しにしているところなんで申し訳ないです。はい、それでですね、次に四季というのは、岩塩は分かりますけど、四季って誰よと思ったらですね、陰吉吉歩の子、分からん誰。四季というのがあざなで、年18歳で清の国から愛遊の際に院せられ前世を敷いて幽内がよく収まった。18歳、恐ろしい。まあ清の国は学者がいっぱいいるところですからね、まあ、子供でね、すごく賢い子って いそうですよね。で次に進学する、またこの字出てきた、詳しく調べること。それから出面っていうのも出てきましたね。出面、出というのは退く、官を退け免ぜられること、それだけかい。はい、続きいきます。皇后の父、領章を持って大将軍となす、ね、こうやってね、皇后の、ね、皇后とか、あるいはお母ちゃんの一族がですね、置いといて、皇后の父、領章を持って大将軍となす、将子数、その子、木を持って大将軍となし、不義を河南の院となす、使者8人を使わして、周軍を分校せしめ、上皇1人、その車輪を落葉の徒弟にうずめていわく、西路道にあたる伊豆君ぞこりを問わんと、木、不義が君を並みするの心、15条外相数、将、河野源の直なるを知れとも、しかも持ちうる、あたわず、木、これを躊躇せんと申す。公領の族長へ、幼女の間に降乱すること14年、すなわち公をもって公領の大主となす。公、短者、直ちに A の類門に至り、公手ともに相見て、これを非行す。A ら万余人下る、公、類に一転し、三次 やって行くところに任す。南州安全たり、軍にやって出す。A らこれがために服を制して、もうおこの、時に二千隻の調理、祭りごとを要するものあり、紀州の志士、祖匠、個人の聖画の大使となるものあり、将、武をめぐる、ために酒を設けて、花々喜ぶ、衆、喜んで湧く、人皆一点あり、我一人二点ありと、将曰く、今日、素十分、個人と飲む者は死恩なり。明日紀州の志士としてことを案ずる者は広報なりと、ついにその肝臓の罪を虚勢する。皇后の父、領章を大将軍に任じられた。将が死ぬと、その子の木を大将軍とし、木の弟の不義を河南の大主に任じられた。8人の使者を派遣し、衆軍を巡回させられた。ところが8人中の長江だけは、車の輪を落葉の宿場の途中に埋めて、地方視察の意のないことを示し、まあ、やってられるかとこういうわけですか。山犬や狼のような両兄弟が政府の養路にのさばっているのに、なんで狐や狸にも等しい地方官を調べて歩けようと嘘吹いた。そして、木と不義との君をないがしろにする思惑15か条を列挙して、木と不義がってことですね、断崖の上層文を立てまつった。帝は皇の言い分の正しいことをご存知であったが、領旗に抑えられて、領旗大将軍ですね、要するに皇后の父を持って、だからまあ奥さんの弟かお兄さんか分かりませんけどってことですかね、領旗に抑えられてお取り上げになることができなかった。木は深くこれを恨み、皇を中傷しようとした。たまたま皇陵軍の族長英というものが、幼州、徐州の地方を荒らし回ることが10年余りに及んだが、平らげることができなかった。そこで、まあ、野放しになってたわけですね。そこで木は皇を皇陵軍の大主に任じて自滅させようと企んだ。まあ、厄介なところにね。恐
恐ろしい。ところが甲はたった一台の車に乗って直ちに A の砦の門に行き、 A に会見を申し出ていろいろと諭したので、なんということだ。 A ら1万人余りが降参してきた。甲は A の砦に入って共に主演を催し、3回後それぞれ自分の行きたいところに行かせたので、南部の州軍は平穏になった。甲は高陵軍に在任中に死んだ。すると長英らはそれを悲しみ、喪服を作って喪に服した当時2000隻取りの地方長官たちで前線を行う者が多かった。紀州の志士の蘇州の旧友で聖火軍の大使になっている者があった。将がかつて配下の軍友を巡察して聖火軍に行った時、大使は友旧友の将のために長将のために酒宴を開いて非常に歓待をした。大使は喜んで、人は皆ただ一つの天に覆われているだけだが、私一人は二つの天に覆われている、つまり意味は、一つの天は青い大空であるが、今一つの天は蘇州で自分の不正を黙って包んでくれるというのである。そういう意味なの、すると蘇州は色を正して言うには、今日私が何てなってた、将曰く今日総自分として個人と飲むものは使用になりこうか、今日私自分がこうして旧友の君と酒を飲むのは個人的な恩恵であり、明日紀州の志士として政治の領費を取り上げるのは天下の広報であると。ついにその翌日、大使が賄賂を取って不正を行った罪を正して検挙した。なるほど、そういう意味ですね。わかりました。はい、それで続きいきます。将在位に20年にして放つ。将位にあること20年にして放図、改元すること5、英検8日、英は寛安健康という大使立つ、これを皇中皇帝となす。帝は位にあること20年で亡くなった、年号を改めること5回、英検8日、英は寛安健康という皇太子が位についた、これを皇中皇帝という。注釈いきます。河南の院というのはですね、長官なんですけど、河南っていうのは洛陽がありますので、都があるので、なので大衆を院と特に言う。それから木、これを中小戦と発す。中小、他人に無実の悪名を負わせて名誉を傷つけること。まあ今も誹謗中傷とかそういうことは使うと思いますけど、次に2000席、長吏っていうのが軍の長官、2000隻というのはその6高で日本の約220国にあたる。220国、あ、そのくらいなんですね。それから明日紀州の志士として軍権を視察し地方官を監督する役。それから次いきます。甲中皇帝、
合中皇帝名和平年2歳にして位につく三円月にして宝珠改元することいつ栄華という両太后勃開の皇后の子を芸流すこれを皇室皇帝となす合中皇帝は名を平といい年2歳で位につき3ヶ月で亡くなられた年号を改めることを一回栄華という両太后が勃開の皇后の子を迎えて位に立てられたこれを皇室皇帝という なんかこのさ重発視力はもうなんか力の入れ方がこうすごく分かりいいですね。置いといて、はい、皇室皇帝名和さん小帝の曹操なり年8歳にして位につく和光して宗慶なり勝って長海によって領旗をもぐしていわくこれ幕府将軍なりと紀福王これを憎み左右をして兵中において毒を進めしむついに法図位にあることを1年夕飯改元することいつ本書という紀霊御公を芸律すこれを交換皇帝となす。あ、早い、もうそんなとこまで行った、交換皇帝、一応ここで切りますね。皇中皇帝じゃなくて皇室皇帝は名を三といい小帝の曹孫、正しくは玄孫である年8歳で位につかれた幼少の時から聡明であられたかつて軍神を朝廷に集められた時大将軍の領旗に目をつけてこれはわがままな将軍であると言われたそれを聞いて紀は深く帝を憎み謹慎に命じて餅の中に毒を入れて帝に進めさせたので帝はとうとう亡くなられた位にあることはわずか1年半年号を改めること1回本書という紀は領旗ですね領旗は霊御公を迎えて位に立てたこれを交換皇帝というこの朝会により朝の会朝廷に百官を集め謁見することそれから幕府将軍この幕府将軍すごい名前ですねこの罰というのが超えるという意味それから子というのは竹の籠太陽はこの子竹の籠を越えて逃げることから横暴の意味となるあそういう意味なんですね幕府、はい、幕府将軍さてそれでいよいよ交換皇帝来ましたねもうすぐねもうすぐなんか五感もなんかあっという間になんかやばくなっていきますねはい、いきます交換皇帝名和氏小帝の曹孫なり年15にして位につく領旗定作の功をもって法を増すまたその指定を法事皆功とす李公東京聖火王さんを立てんとすここに至り三変せられた公となり自殺す五教五国に下り死す交換皇帝は名を死といい小帝の曹孫である年15歳で位につかれた領旗は新帝を定めた公によって領地を増されまた彼の子弟は皆大名に取り立てられた最初李公徒教の二人は聖火王の何でしたっけ三を立てようとしたが新帝が即位されると三は落とされて一大名となりついに自殺した今日の二人も投獄されて老死した老死ってことは獄死ってことですかね先の老領公の将永泉の殉職和光した博学高校あり李公李陽ら皆これを子孫とする老領に小たり、ち、神君と称す、子八人あり、自陣称して八領となす、その陸を宋という、あざなは自名、人曰く、殉死の八領、自名無宋なりと、
賢霊その里に命じて高揚利という、そう勝てるように越すよって、これがために御数すでに帰り喜んで曰く、今日すなち陸に御鶴を得たりと、道軍の陳食食と名を等しうす、勝って食に至る長式あざなは原本車を御す自死新あざなは気泡参上し、孫軍あざなは長軍なおようなり、車中に抱かれて宿が家に至る八両こもごも互いに左右に自す、宿の孫行くあざなは分弱なおようなり、え、これって純行く、純行く来た、はい、あの三国志ファンの皆様お待たせです。純育登場、はい、あざなは文弱なおようなり、質上に放置す、大使総特性現る、五百里のうち賢人の集まるあらんと、職勝って耐久の長となり、徳を治めて正常なり、利民これを追使す、紀伊神の子その父の優劣をその祖に問う、職曰く原本は軽たりがたく、秘宝は低たりがたしと、違うかな、でもそうだよね、さっきの老領校の最小の衛生軍の準宿は若い時から学問が広く行いが立派であった、李子李王たちは皆宿を師として尊んでいた、老領校の最小をしていた時その政治が公平なので人々は彼を神君と呼んで尊敬していた、宿には8人の男の子があったがどれも優れていたので当時の人々は八竜と言っていた、その6番目を名は宋といい爽やか君、あざなは自明と呼んだが最も優れていたので人々は巡視の八竜の中で自明に並ぶ者はいないと言った、賢霊は宿の住んでいる里を特に高揚利と改めた、すなわちこれは昔高揚氏に8人の祭司がありこれを八街と称し、定春に徴用された孤児による、宋はある時李陽を訪ね、そのついでに陽の車の、陽の車のこれ何、御車っていうのかな、御車となったことがあるが、車に家に帰ってから喜んで今日は李君の御車となることができたと言った、さて宿と東軍の陳何でしたっけこれ、陳職も純宿と並んで賢者の聞こえが高かったが、ある時宿が、ちょっと待って、両方宿っていうのこれ字は違うんだけど、宿じゃん、宿ですね、ごめんなさい、宿が宿の家に訪ねてきた、すごい言いにくいんですけど、要するにちょっと待ってくださいよ、陳職が純宿の家に訪ねてきた、その際長男の木あざなは元宝というのが車を御し、次男の次男の新って言うんですね、新であざなが気泡というものが添え乗りをしたが、孫の軍あざなは長軍というのはまだ幼く、車中で職に抱かれて宿の家に行った、宿の家では8人の息子が代わる代わる左右に座ってもてなした、宿の孫の幾あざなは文弱もまだ幼くて宿の膝の上に抱かれていた、その日都では天文館が不思議な天体現象に気がついて徳星が現れました、徳の星が現れました、ここから500里以内の地で賢人が会合しているのでありましょうと想像した、職はかつて大宮大きな丘という町の長となったが徳を治めて清廉潔白であった、そのため部下の役人も遊民、その遊の地方のですね民も皆昔をもって懐かしがった、ある時長男の木の子と次男の新の子とが自分の父の優劣を祖父の職に聞くと、職は元宝と紀宝とはどちらを兄どちらを弟とも言えないな、すなわちどちらも似たり寄ったりだと言った、はい、それでは注釈いきます、神君神
の君と書いて神のように明智のある君の意味、それから高揚林、どこだ、高揚林という国ね、昔戦玉高揚氏にも剣士8人いたことから来たもの、この、ね、18世紀の一番初めもそこからでしたね。それから参上、参上する、馬編に参加とかの参ですね、車の添え乗りをすること、それから大使そうそこか、天文暦暦を司る役、まあ芝生も大司令でしたね。徳性現る、徳の星というのは有徳の君子がいると現れると言われるめでたい星、景星、景色の景の景星に同じ。こういう星の話ってどこまで本当なんでしょうね、一体何なんでしょうね。はい、それでは続き、御事乗りして独行の死をあげしむ、タク軍の最初行者に、ちょっと待った、タク軍の最初行者に至る、対策せずして退いて正論を表す、略に曰く成人男よく与党推移し、俗子は変を知らざるに苦しむ、あれなんかこれどっかで聞いたね、思い楽欠場の役がまた乱心の職を賞を収むべく、関羽の舞は持って平常の囲みを解くべしと、それけいばった乱を治むるの役席なり、徒競は兵を起こすの両肉なり、徒競を持って山を除くがこれ両肉を持って嫉妬を治むるなり、けいばと持って兵を治むるはこれ役席を持って用に備うるなり、数世より以来祭りごと御体を押し、魚はその手綱を捨て、馬はその靴輪を脱ぎ、死を横に走り、航路剣形数、まさに六を剣し、中を剣して、もってこれを救わんとす。兄、カランのなし、節操を起用するにいとまらんにゃ。昔文帝日経を除くといえども、有志を切るに当たるは騎士し、知者は往々死に至る。これ文帝言をもって兵をいたし、官をもって兵をいたすにあらざるなりと。上州、長、中等その書を見ていわく、およそ人種たる者はよろしゅう一通を移してこれを座足に置くべしと。帝は元化元年に天下の衆軍に御事乗りを下して独立独行の死を推挙させられた。宅軍の人、宅軍って老曹操があるところ、宅軍の人彩色というものが、さっきの人ですか、違う人、新職ですよね、さっきね、はい、彩色というものが推挙されて公社の役所まで来たが、朝廷の腐敗したのを見て試験には応じないで、かえって正論一辺を表した。その大略は次のようである。聖人と言われる人は時世に順応できるが、凡俗の死は政変を知らないから苦しむのである。つまり上皇、縄を結んで約束の印としたそのやり方で、乱れに乱れた真の政治の糸口を整えることができ、右往が有病の蛮族を振幅させた関羽の舞で、関羽ってあの盾の関ですか、皇祖が郷土の大軍に囲まれた平常の囲みを解くことができると考えているのである。そもそも刑罰というものは乱世を治める薬石で、薬でですね、特許というものは太平を起こす美食である。特許によって悪者を、悪者を除こうとするのは美食で病気を治そうとするようなものであり、刑罰で太平をいたそうとするのは薬石で栄養を取ろうとするようなものだ。うまい例えだな、何これ、この全文どっかで見れないですかね。我が朝廷では数代前から政治を行うに恩恵を施すばかりで長身を罰せず、そのため恩恵によって緩めたものが多く、行為は衰え、帝の権威は衰え、権威がはびこっている。例えて言えば、御車が手綱を離したため馬が靴ばみを外し、四頭のオス馬が勝手気ままに走り回り、陛下のお車は危うく覆ろうとしている。今こそ手綱を長襟、ちょっと待って、手綱を握り長襟を結んでお車を救おうとするほかはない。そんな鈴を鳴らし車の調子を取るような
暇などありはしない。昔文帝は肉体を傷つける刑罰を廃されたけれども、右足を切るに相当する罪人でも獄門にさらされ、ああ、なんかこの話どっかで聞いたな。地刑に処せられた者でも往々死ぬことがあった。これは文帝が厳格によって太平を致されたのであって、寛大によって太平を致されたのではないと。中長董がこの書を見ていった。すべて人君たる者がこの書一通を写してこれを座右に置くがよいと。これすごいすごい論文ですね。注釈いきます。独行の死とは、正義を守り人にお世辞を言わぬ気概ある人物。次に公社公の車とは、役所の名前、利民の上書を受け付け長商者のことを司る、長商、長は徴収するとか徴兵とかの長ですね。次の章は召使いのメス、招くとこうでしたっけ、違うな、召使いのメスですね。次に対策というのは、策に書いた問題に答えること。まあ今で言うと、答案って言ったらいいですかね。それから次、聖人はよく世と押し移る。これね、なんかどっかで聞いたな。漁法の字ですねこれね、はい。聖人は物に行態せず世と推移すとある、ありましたね。それから欠乗の訳、欠乗の訳、上古の風俗、縄を結んで約束の印としただけで、それでよく世が収まった。次に関羽の舞、なんかやばい、ひげのおっさんが待ってそうですが、この関というのが盾、大盾というふうに前訳されていたと思います。うというのは鳥の羽、舞うときこの2品は必ず用いる。諸教に右往がこの舞を回せると、武力では服さなかった幽病の蛮族が服したとある。次に薬石というのは薬と石張り、鍼灸、要するにその薬はその内服するものですよね。それから石張りは外からこう治す、まあ外科的な感じ、何かと外科みたいな感じじゃないですかね。次は両肉、美国と美肉。両っていうのがまあ穀物で、肉は肉ですね。次に温帯、温帯王子、恩恵を人に貸し与えること、気に入りの真を愛し罪をも見逃すこと。次、死を横に走りて、4頭のオス馬、天使の車につける。それから香炉、この炉、香というのは台大きい、炉というのはこれ足辺になってますが、車辺に直すと車ですね、タイロ、天使のお車のこと。それからワラン、カランですか、カラン、ワというのとラン、愛しい愛しいという鐘、共に馬車につける鈴の名。このワというのは金鉱木舌、金庫木舌、金鉱木舌、木舌かな、食上にあり、長いじゃなくて何て言うんでしたっけ、食、寄りかかるところですね。で、柵というのは金庫金舌、工場にある。馬が行くと乱が鳴り、乱が鳴れば蚊が大ずると。次に節操というのは音楽の程よい調子、来期楽器編に文才節操、声の食なり、性の食なりとある。次、日経というのは身体の一部を傷つける刑罰。次に騎士というのは残罪にし、カバネを市場にさらす罪。言いにくい。
至木奇襲の獅子となる霊長風を望み異を説いて去る者数十人至るに及んで端を阻害する患者父を起草するに玉光を持ちうる者あり僕を眼見してその缶を開いてこれを出す書を聞いて大いに借り僕を召して定位に至らしむ大学生両党ら数千人上書して僕を訴ういわく中間国兵を切除し手に王爵を握り口に点検を含む僕一人公然として帰り見ず心を尽くし憂いを抱き将のために深く図る真願わくは僕が罪に変わらんと将これを許すとまた上訴して僕を呼び利用をもって王室と助けんとこう将そうすれども制せず、うん、主木が紀州の志士すなわち監督官となった主木が来ると聞いただけで、うん県令悠長らの辞職して逃げ去る者が数十人に及んだ彼は認知につくと直ちに貪欲で心の汚れた官吏どもを弾劾する上層文を立てまつったまた宦官名は長忠という者が都で死んだ父を郷里に帰って葬る際天使の霊である金玉を散りばめた着物を使用したあ金玉玉衣のことですかもしかして僕は事実を取り調べ墓を暴き棺を開いてその着物を取り出させた帝はそれを聞いて大いに怒り僕を呼び返して帝位に引き渡された大学生の劉頭ら数千人が帝に上書して僕の無実を訴えて言うには宦官どもが国家の実権を盗み持ち手には爵位の授与権を握り口には天使の法令を加えているだが主僕だけは意気公然として身の危険を顧みず心から心配し陛下の御ために深く考えているのです。どうか私どもを主僕に代わって罰してくださいと。帝はそこで僕を許された。党はまた意見書を立てまつって主僕と李王の2人を皇室の補佐役にされたい。と願い出たが書状を立てまつったきりで何のご返事もなかった。領旗教師日に積む外籍を持ってことを持ちうること20年以内外に、内外に行われ天使手を供するのみ将患者全長らと測り兵を録して木が印字を治む木自殺す漁師将長と脳皆騎士せらる長ら5人皆子を足り木の中より天が異性を総合す後継主として大尉となるなんかいつもこの繰り返しですね領旗の凶悪横暴は日ごとに募ってきた外籍を利用し政権をもっぱらにすること20年に及び威力は朝廷の内外に行われ帝はただ手をこまねいて見ておられるだけだったたまりかねた帝はとうとう宦官の全長らと共謀し急に兵を整えて領旗の大将軍としての印字を取り上げられたそこで領旗は自殺した領旗一門は老若を問わずすべて獄門にさらされ全長ら5人はすべて大名となった木が注せられてから天下の人々は神聖を待望した新しい政治ですね後継が真っ先に大尉となった玉串この玉光ですね玉を玉を散りばめた衣服天使の葬儀に用いるもの それから教主して天使手をこまぬくのみ手を腕組みをして眺めていること何事もしないことはい、続きいきます陳藩諸子女子教皇らを進む
ちあざなわ樹脂、余生の人なり、チンパン、シュータリシトキ、特に一頭を設けて、持って地を待つ。さればすなわち、これを書く、地、諸行の飯に応ぜず、しかれどもその詩を聞けば、すなわち、旧を覆うて、趣き調す。あらかじめ一景を炙り、酒を持って綿に浸し、抜管してこれを包み、潮水のほとりに至り、水を持って綿に浸し、白毛を藩に敷き、鶏を持って前に置く。祭り終わって、とどめ、喪主を見ずして去る、こうは北条の人なり。二帝中海貴公と共に、こういうなり、常に火を共にす、勝って党に追う、慶帝死を争う、党、二人ながらこれを許す、地位公召さる、皆至らず、後継出す、司法の名士、僧に介する者、七千人、地位至る、釈を進めて愛国し、聖数を墓前に置いて去る、署名し、いわく、これ必ず南州の孔子城、孔子城樹脂ならんと、陳流の亡羊をしてこれをおわしむ、国事を問う、答えず、大元の各体いわく、樹脂国事を答えざるはこれ、その具及ぶべからざるなりと、大はじめ楽用に遊ぶ、利用ともに共たり、世を勝って郷里に帰る、奏者数千両、世を一人隊と船を同じをして渡る、周品これを望む者を新鮮のごとしという。審判は民間の士の女知教皇らを朝廷に推挙した。女知はあざなを樹脂といい、余生の人である。審判が余生の大衆であった時に、特に一脚の腰掛けを用意して、女知の来るのを待ったが、彼が来る帰るとそれを壁にかけて他には用いなかった。女知は諸侯の招きには応じなかったが、彼らが死んだと聞くと、その度に球を背負い、球、追い掛けとかよく読むかな、なんだろう、とにかく球を背負って、わざわざ出かけてその死を弔った。その際あらかじめ1羽の鶏を炙り、酒を綿に浸して、それをよく火にさらし乾かして、それで鶏を包み、それを携えて墓場のほとりまで来ると、水を綿に浸して酒を元に戻し、白い茶屋を飯の下に敷き、鶏をその前に置き、酒、肉、飯の3点を備えて、3品を備えて死者の霊を弔った。何それ、昔のなんかフリーズドライみたいな、置いといて、その祭りが終わると名刺をとどめて、喪主には挨拶もしないで立ち去った。それから教皇は北条の人で、二人の弟中海貴公と共に、親には高校で兄弟仲が良かった。いつも兄弟一つの布団で寝た。ある時盗賊に出会って危うく殺されようとした。すると兄弟互いにかばい合って、自分が先に死のうと争ったので、さすがの賊も二人ともこれを許した。女知と教皇は朝廷から召されたが、どちらも辞退していかなかった。孔吉が死んだ。天下の名士の改装する者7000人に及んだ。女知も改装し、杯を墓前に進めて悲しみなき、みずみずしい草を備えて去った。それを見て名士たちは、これはきっと南州の高徳の士、女樹氏であろう、言いにくいと言って、陳留軍の亡羊にその後を追わせて国事を訪ねたが、女知は、女知じゃない、女知でいいんでしたっけ、女知でいいんですね、女知は黙して答えなかった。それを見て大元軍の各隊は、女子が国事を語らなかったのは、孔子がその具には及ぶべからずと言われた点で、かえって、その地の深さを示すものであると言った。隊は初めて洛陽に遊学した時、当時カナの院であった李陽はその人物を見抜いて、これと友達になった。陽がかつて郷里に帰る時、見送る車が数千台もあったが、陽は、ただ隊とだけ同船して黄河を渡っていった。岸辺の賓客たちはこれを見て、二項の風采はまるで神聖のようじゃと言った。
補足、球を背負う、球というのが出てきましたが、竹冠に及ぶという字で、背負うようになった本棚、 あれは本棚だったか、なんか昔のランドセルっぽい。それから長水の他にあり外にあり、長は墓、まあ、塚みたいなやつ、土がつくと塚ですからね。はい、それから水というのは墓道、棺の安置所へ通ずる横穴。それからこの清数というのが刈りたての草、次にその具、もうちょっと読む、ちょっと行き過ぎた、ここまででしたっけ。そうですね、その具には及ぶべからずとは、論語の高野長編にある句で、道が行われているときは君主は出て自分の考えを述べるが、道の行われぬときは具を装う、これはなかなかできないことだと孔子が A の大夫寧武子を評した言葉。続き、陽、年、四十陽、野に耕す、雨におて樹下に咲く、週皆帰居す、陽一人来ざして、いよいようやうやし、体見てこれを意図し、ついに進めて学ばしむ、巨六の毛瓶、宋二のおて地に落とす、帰り見ずして去る、体見てこれを問う、いわく、宋すでに破る、これを見れば何の益あらんと、体また進めて学ばしむ、自を体の昇進によって、名を表す者、名をなす者、甚だ惜しい。体誘導に挙げられしもつかず、いわく我は夜は検証を見、昼は人事を指す、天の配するところは笹うべからざるなりと、神竜の急行名は乱、年四十にして法廷の長となる、ために賃源というものあり、母源が不幸を継ぐ、幸自らその家に至り、ために人倫を述ぶ、看護してついに孔子となる、皇上の霊、王冠、皇を処して主母となす、いいていわく賃金罰せずしてこれを課す、陽線の詩を書く、亡きを縁にゃと、皇いわく思い楽、陽線の乱法にしかずと、冠いわく棄局は乱法の住むところにあらず、百里は体験の道にあらずと、すなわち公に死して大学にいらしむ、常に自ら守る、体棒についてこれを見る、立って昇華に廃していわく君は体のしなりと、長壁に大勢ずして出す、陳竜軍の棒葉は年四十余りの頃畑で耕していたが、雨に降られて樹下に雨宿りをした、その時樹下木の下ですね、みんなはあぐらをかいて座っていたが、陽だけは行儀よく座っていた、大はこれを見てただものではないと思い、とうとう進めて学問をさせた、
また巨鹿軍のモービンは古式を担っていて誤って地に落として割ったが、振り返りもせずに過ぎ去った隊、各隊という人ですね。これを見てその訳を尋ねると、古式はもう壊れてしまっている、今更見たところで何の足しにもならないと答えた。そこで、各隊はこれにもまた進めて学問をさせた。その他にも各隊の奨励引き立てによって有名になったものが非常に多かった。隊はかつて誘導の課に推挙されたが、官にはつかず、私は夜は天文を見、昼は人事を指しているが、天の見捨てたところは人力では支えきれないと言っていた。陳留軍の、続きですね。いいのか、陳留軍の旧校はこの辺あったね、はい。名を蘭といい、年四十の時法廷の悠長となった。法廷の民に陳元というものがあったが、その母が元の親不幸なことを訴え出たところ、校は自分で元の家に出かけ、元に人間としての道を説いて聞かせたので、元も感ずるところがあって、ついに孔子となった。親孝行な子ですね。孔上の権令の王冠がこれを聞き、孔を守護の役に任命し、そして言うことには、君が陳元を処罰せずに順々と道を説いて強化されたことは少し有毛心を欠いてはいまいかというと、孔は答えた。有毛な高谷はやぶさは仁朝の乱や法にはかないません、すなわち厳罰主義は結局特化主義には及びませんと。漢は王冠は王冠ですよね。王冠は長官ですね。権令、王冠は感服して、からたちの枝は法王の住むところではないと聞くが、法百里にも足らない小剣は、小さい剣は君のような大剣の、大きな賢いですね、大剣のおるべき場所ではないと言い、そこで孔に学士を出して大学に入らせた。大学に入学後も孔はいつも自ら一心を守って、文達を求めなかった。ある日、各隊は大学の宿舎に行って孔に面会し、座を立って孔の床下に、座ってるところですか、床下に、あ、これ床下になってますけど、私の方ではなんていうんだっけ、床辺、何辺っていうんでしたっけ、に木になってますね。床下にひざまずいていった。貴公は我が輩の師であると。すなわちその後、孔は学問が成就し郷里に帰ったが、朝廷や軍国からの招きには一切応じないで世を去った、でもこれってどうなの、今の奨学金とかもらいっぱで、置いといて、次注釈いきます。衆皆帰居す、帰居、これ足を伸ばして座るような感じで、非常にこうラフな型みたいなんですけど、虚っていうのだけど、ここではあぐらをかいて地に座るって書いてありますね。木座っていうのはなんかこうちりとりの木というみたいに、こう足を出してって聞いたことがあるし、虚っていうのは普通はね、尊虚とかの虚だから、足畳むみたいなんだけど、伸ばすことって書いてあったんですね。置いといて、よう一人キザし、キザ、これは星座のことみたいですね。それから古式、そうと読んでますね、ここでね、古式。飯を炊く器、土で作る。それから誘導、道がある。誘導に挙げられしかもつかず、道徳を身に備えているという人、寛大の、
寛大の虚子科目の一つ、まあ、高廉とか誘導とか、あと何でしたっけ、なんか4つぐらいあるんですね。次に我夜は剣章を見、剣章、天を剣と言い、地を根という剣根ですね。で、天文のこと。次に、補帝、補帝はあの、補っていう、言うですね。十里に一帝を設け、帝に長を置き、盗賊の追放などをさせた。次に、この、禁忌を察するに。こう書士、この書っていう警察書とかの書ですけど、除、除くに同じ、旧刊を除いて新刊、新しい刊につけること。あと守護、守護というのは官名、県の政治の非意、まあ、間違っていることを正すことを司る。次、陽線、鷹とハヤブサ、共に盲腸、厳罰主義に例える。乱法、乱は法王の一種、法は法王、共に仁長、仁義の仁ですね、仁長、特治主義に例える。次、懲役に応ぜずして、先ほども出てきました、長は帝が、朝廷より召すこと、それから壁は軍国より召すこと。おっと、いい時間になってきましたね。この鑑定まで終わらせたいんですけど、そこそこあるけれども、ちょっと急いで読んじゃいます。後継より以来、三公傭兵、領長のごとき皆人望あり、長勝って会計に衆たり、軍を大いに治まる、召さる、五六の老僧あり、三国の間よりで、人ごとに百戦のもたらして、これを送っていわく、冥府車を下って以来、く、夜に吠えず、たみりを見ず、今聞く、まさに捨て去らるべしと、ゆえに自ら助けて放送すると、長曰く、我がせ、何ぞよう、甲の源に及ばんにゃ。不老を禁くすと、ために人ごとに一大戦を選んでこれを置く、後行って死空となる。兵、長に立って聖職なり、家難の因となる、時に勝って宦官を逆ろうをもって罪を得たり、後大尉となりもって出す、陳藩兵に次いで大尉となる、しばしば利用を言いもって司令行為となす、宦官これを恐る、皆喫休儀を退けてあえて九州を入れず、時に朝廷後期大使す。よ、一人封鎖を辞し、生命をもって自ら尊ぶ。し、その要請と被るものあれば、名付けて棟梁門となすという。後期が、後継が大尉、すなわち三公の一の大尉に就任以来、続いて三公となった傭兵や劉長のような人たちは皆人望があった。劉長はかつて海警軍の大使となったが、軍内がよく収まった。召されて都に帰る途中、五六人の老人が山の谷間から出てきて、選別としてそれぞれ百文の銭を持参して見送っているには、あなたがご来人になってから野党も出ないので夜は、犬は夜吠えなくなり、ゆすり歩く役人もいなくなったので、人民は役人の姿を見なくなりました。今受けたまわりますれば、あなたは私どもを見捨てて都に帰られるとのことでございます。だからお祈りを杖にすがってお見送りに参りましたと。
流暢は、私の政治はとても貴公らが言われるようなものではない。すなわちお恥ずかしい限りである。本日は遠路のところご老体をご苦労であったといい、せっかくのお志だからと各人からは大銭一枚だけ受け取って立ち去った。その後三公の府に行って四空となった。また傭兵は朝廷に立って正直に政治を行った。河南の院となった時、宦官に逆らったという理由で罪を得たことがあるが、後に大尉となって世を去った。陳蕃が兵の後を継いで大尉となった。そしてしばしば李鴎の人物であることを申し立てて指令行為にした。宦官らは大いに恐れ、身をかがめ息を殺して縮み上がり、宮中から外へ出ようとはしなかった。当時朝廷は規律が崩れ緩んでいたが、陽だけは挑戦として堂々たる態度を維持し、名誉を重んじて自ら高く構えていた。だから人々は彼の知遇を被るものがあると名付けて登竜門と言って羨んだ。登竜門、これももしかしてかっこいい言葉ですかね。登竜門、注釈、このもたらすって変わった字ですね。いわゆるもたらすなんだと思いますけどね。それでは次、冥府車を下りし、冥府は大衆の将、賢明な夫君の意味。次に月車、車を下るとは来人の意味。ああ、なるほどね、なるほど。それから大戦、大きな銭というのは、小銭、小銭、小銭に対して大型の銭を大銭という。次、司令行為とは管理の特殺や盗賊の逮捕などの役を司る。注釈、補足、ここに出ている登竜門という言葉の竜門とは、黄河の上流にある急流の名である。その竜門を鯉が登れば滝になるというのである。よってこの語はこれから人の大いに栄達する入り口に例え用いている。竜官のもって召書令となす。官勝って三軍に歴転し尋常をし、利民が過ちあれば保弁のもってこれを罰す。延義8年に、なんかこの辺の元号って日本の元号とかぶりますね。延義8年に劉官を尚書令とした。官はかつて三軍の地方官を歴任し、思いやりある政治を行った。役人や人民に過ちがあると柔らかいガマの鞭で叩いてそれを罰した。はじめ書を高たりしとき、額を官僚の修復に置く。位に次ぐに及んで抜きんでて尚書となす。時に同軍の暴食があり、強人に打とうてわく。天下の菊は暴幕府シータルにおりて、院を絵師は州中心と、二家の品格互いに相騎士して激をなす。これによって官僚の南北部があり、当人の義ここに始まる。序南の大衆創始、半分をもって構想となし、内容の大衆精神心身ともって構想となす。皆善の方して意を正す。法を最も合計、悪を憎むことをあだのごとし、二軍打とうていわく。序南の大衆は半分を吐く。南陽の宗師は格諾を司る。南陽の大使は信仰公、信仰公、効能の精神はただ座礁すと。大学の諸生3万4人各隊、下表これが簡単り。陳蕃利用と互いに相推長す。学中語っていわく、天下の母会は理言令、教業を恐れざるは陳中巨と。
ここにおいて中外風を受け、競って造幣を持って相立っ飛ぶ。帝がまだ一大名、すなわち霊国公であったとき、官僚軍の修復から学問を受けたので、あれ、これ読んだ？読んだよね。帝がまだ一大名、霊国公だったとき、官僚軍の修復から学問を受けたので、帝位につくと彼を抜擢し、少将の官にした。その後、道軍の暴食は名望があった。が、登用されなかった。そこで、郷里の人々が歌っているのには、天下の模範となるべきものは、防白部。帝氏のゆえに少女の印象を帯びたのは周中心と、それ以後周某二家の職格たちは互いに悪口を言い合い、両者の間に隙間を生じた。そのために官僚軍には南部北部の党派ができた。党官の党人の争いはここから始まるのである。序南軍の大首宗氏は反暴を反暴を高僧の官につけ、南洋軍の大衆、精神は真実を高僧としていた某、某と質ともに善を褒め、非を正した。中でも某は最も傍直で、悪を憎むこと旧敵のようであったので、二軍の民が打とうというには、序南軍の大衆の実権は反毛伯にあり、南洋軍出身の宗氏は目倉藩を押すのが仕事、南洋軍の大衆の実権は信仰にあり、高能軍出身の精神は座って歌をうなるだけと。当時大学の学生は3万人余りもおった。各隊と下兵の2人がそのリーダーとなっていたが、朝廷にある陳藩李陽と互いにその徳をあがめ合った。そこで大学の生徒たちが語り合うというには、天下の模範になるものは李賢察、すなわち陽の李陽という人なので、このあざなですね、手ごわい役人を恐れないのは陳中挙、すなわち陳藩と。そこで朝廷の内も外もこれに見習って争って、人の善悪を批評することを尊ぶようになった。教義を恐れざる、これが司教ですか、司教ですね、大河常民編の後、手ごわい役人を物の数としないこと。あとはこの造幣を持って、これね、贈賄とかの贈ですよね、贈収賄。贈は善、良い、非というのは悪。たまたま精神大元の主劉氏と社の後において宦官の唐を暗殺す、召して獄に下し、まさに騎士戦とす。山陽の主敵長朝権を持って特有となし、宦官の姓に超える長宅を破る。東海の将甲府もまた宦官の家族の方を犯せる者を収めてこれを殺す。宦官縁を訴う、皆罪を得たり、晩しばしはこれを争いども正気かず。宦官人をして上書せしめて利用を継ぐ。大学の優位を養い、共に武闘をなし、朝廷を悲惨し、風俗を欺瞞すと。将を進路して軍国に下り、党人に逮捕せしむ。安三府を越えたり、
万退けてあえて処せず、小悠悠怒り陽羅を北自の極に下す。自富津陳職繁忙ら204人に連なる。死者の追放支出す。万また極寒す。小作してこれを免ず。朝廷審理す。あえて また当人のために言うものなし。家評曰く我再考せずんば大難解けじと、すなわち楽陽に行って皇后の父東部に解き上訴してこれを解く。陽羅の極事また多く宦官の指定を引く。宦官すなわち恐れ将に申して当人204人を許し、皆殿理に帰らしめ、なお三府に処して終身を禁錮す。将位にあること21年改元すること七、いわく県名は平玄華栄光永寿延期栄光と法図東光後開徳帝光を経理す。これを高齢皇帝となす。たまたま南洋軍の大衆精神と太白軍の大衆流出とが大社があって方面の特例があってから宦官の党派を取り調べて殺してしまった。帝は怒って二人を召し返して獄に投じ、近く死刑にして死骸を市場にさらそうとされていた。また山陽軍の大衆の敵長は長剣を特有の官につけ、宦官の規定を超えた身分不相応な墓や邸宅を壊させた。なるほど、宦官の墓のことですね。墓や邸宅、東海王の家老の甲府も宦官の家族で法を犯した者を捕らえてこれを死刑に処した。宦官は無実であると訴え出た。そのため、敵長甲府ともに罰せられた。大尉の陳蕃はこれを憂えて再三帝を帝をいさめたが、帝は聞かれなかった。宦官は人を使って上書させ李陽のことを告発して言うには、李陽は大学の暇な学生を養って共に党派を作り朝廷の政治を非難し天下の風俗を惑乱していると、帝は大いに怒り軍国に加齢して、これらの正しい党人を逮捕させようとされた。その少々、の文案が三校の役所に開封されたが、大尉審判は拒んで署名しようとしなかった。そのため帝はますますお怒りになり李陽たちを北寺北寺の李陽たちを北寺の獄に下された。その際陽の供述が富津陳職繁忙ら200人余りに関連したので、追放の司書が司法に飛んだ。これに対し藩がまた極力いさめたので、帝は罷免状を出してとうとう彼を免官された。それを見て朝廷の軍心は震え恐れて、もはや押し切って党人のために党の人ですねのために弁護する者がなくなった。この事件を聞いて永泉の人家評が言うには、自分が西方の慶氏に行って朝廷斡旋しなければこの事件はとても解決すまいと、そこで洛陽に行って皇后の父の頭部に問いた。部は箇条書きの意見書を帝に立てまつって当人の事実であることを述べて、その罪を解かれるよう願い出た。一方李陽らの法廷での供述の中にまた多く宦官の指定が引き合いに出されたので、そこで宦官らはそれを恐れてにわかに態度を改め帝に言上し、当の人200人余りの罪を許し、皆教理に帰らせ、その名前をいちいち三校の蔵に府に書き留めて生涯仕官の道を塞いだ。
帝は位にあること21年で、その間年号を改めること7回、すなわち建和、和平、元化、永康、永寿、延期、永康という。帝が奉ずると東皇后は開徳帝皇を迎えて位につけた。これを皇霊皇帝という。いよいよ0点きた。注釈いきます。暗殺する。この案は提案とかの案ですね。取り調べてこれを殺すこと。それから徳勇って出てきましたね。あの三国志にも出てきますよね。徳勇、監督の徳に郵便の郵。ああ全然違うんですね、これは。ああ官名ですね、やっぱりね。官名、地方の政治を監督することを司る。それから性を超えたる長宅を破る、制度を超えた墳墓や邸宅、そのまま。なんかちょっと見にくいですね、注釈がね。さっきとちょっと違うところが載ってるのは、小、地味に、地味に載ってる。どこだろう、小。ないですね、ちょっと見当たらない。こっちですかね。ここですね。ちょっとわからないので先行きますね。ですね、上策これを免る、帝が面官の辞令書を与えて官を辞めさせたこと。上策、上それで一応ですね、今のところで鑑定が終わりで、こんなところにしときますか。
霊帝ってなるともうそうですね、三国志の時代にすっかり入ってしまう感じですね。うん、ちょっとまあこの辺までにしますか。なんかあと3巻はなんか結構さらっと進んだ感じですね。そうしますね。ちょっと次回読むところが少し楽しみですね。まあ東漢霊帝で、グダグダしていくところから三国に入ってその後が、精神になってます。東進から4巻なのかなと思います。はい、なのでまあ次ここら辺からちょっとまたね面白いところなのかなと思います。はい、というわけでそれではまた、おやすみなさい、良い夢を。オンバザラシャンティーン、また明日。ありがとうございます。ごきげんよう。